新型コロナ第8波の3ヶ月に家で亡くなった人は1309人。去年11月頃から新型コロナウイルスが移った人が増えて第8波になりました。厚生労働省によると、去年11月から今年1月までの3ヶ月に新型コロナウイルスが移って家で亡くなった人は1309人でした。一番多いのは80歳以上の人で63でした。63% でした。次は70歳から79歳の人で 22.6 でした。70歳以上のお年寄りが 85.6 でした。家で亡くなった人の 77.5% は新型コロナ以外の病気がありました。厚生労働省は入院しないで家にいる人が具合が悪くなった時に相談できるところ、これからも必要だと考えていますと言います。